僕がウクレレに出会ったのは88年だったと思うんですけれども、全然ハワイと関係ないところでした。ニューヨークの映画監督ウディアレンの映画でカイロの紫のバラという映画の中で主人公のミア・ファーローがウクレレを弾くシーンがあったんですけども、それを見て可愛いなと思って楽器屋さんにすぐに買いに行ったんですね。ところがまだその頃は全然ウクレレが流行ってなくって、大きな一番大きな楽器屋さんで3本国産のウクレレがかかっただけなんですけども、そこからまあ僕がウクレレの普及をやりたいなと思って太田さんに出会ったことがきっかけだったんですけども、こんなに素晴らしい演奏ができる奥の深い楽器だっていうことで、ウクレレの普及を始めたのが90年に入ってからです。ウクレレは、まずその感じるのは音が気持ちいいっていうことなんですね。僕なんかでもたまに弾きながら自分で寝ちゃうぐらい気持ちいい音なんですよ。人の心を癒してくれる音色が、素晴らしいなと思いました。そして手軽でどこでも持っていける、どんな人にも警戒心を起こさせない楽器ですね。いろんな島によってもね、ハワイ魅力が全然違うんですけども、僕は一番たくさん行ったのはハワイ島でビッグアイランドを大好きですね。なんか島全体にこうエネルギーが溢れてる感じ、ただドライブしてるだけでも楽しいっていう感じがします。そして皆さん人間が素晴らしい、優しい人たちが多いですね。僕は一番最初に来た外国が実はハワイでして、サザンオールスターズデビューして2年目に、飲料の飲み物のCM を撮影しに来たんですね。だけどただしそのが3日間しかいなくって、でも3日間でもその強力に感じたのがですね、光の色が違うっていう、写真が綺麗に撮れるっていうのがありましたね。ハワイ大好きな方、そしてハワイに来たことがない方もですね、ぜひ何度もハワイに足を運んで、いただけたらいいなと思ってます。プリンス渕上さんに大きな拍手をお願いします。ハワイの魅力って本当にいろんな魅力があるので、何回来ても楽しいところです。ぜひハワイでお会いしましょう。アロハ。